ベルベル人の藤原です。7月の11日、12日の2日間、アンドベルベル人の方で、ポップアップストアを、開催します。3月に予定しておりましたが、ちょっとコロナの影響でですね、伸びてしまい、やっとですね、今月の7月に、ポップアップをできることになりました。今回ですね、やっていただく方は、35サマーズの、寺本金次さんです。寺本さんといえば、やはり US ネイビーもののコレクターで有名ですね。20年近くお付き合いさせていただいて、いつもお世話になっております。そのね、寺本さんなんですが、ちょっと前にですね、寺本さんの、はい、55歳の節目にですね、出された、出版された寺本さんの、US ネイビーもののコレクションをですね、こちら寺本さんのコレクションが、はい、載っております。で、今回のですね、ポップアップで、こちらの本も販売させていただきます。では、商品紹介していきたいんですが、こちらの本にも載ってる商品も、ございますので、まずはね、こちらの方から紹介していきたいと思います。シャンブレシャツなんですが、はい、こちらとかパーバー、もうね、ワンウォッシュ状態です。ちょっとサイズ大きめですかね、16ハーフぐらいのかな。なかなかね、こういった、うちでもこの間ベタシャンがね、デッドストックであったのが売れた記憶があります。はい、こういったシャンブレーシャツもあります。他にもあるんですよね。まあ、あと寺本さんといえばやっぱり US ネイビーですね。この、はい、もう13スターのピーコート、はい、もう有名ですね。しかも、はい、こちら丸ポケットの、はい、一番古いタイプですね。10年代から20年代。こちらサイズなんかも、はい、40ぐらいでしょうか。はい、ちょっとボタンがね、2つほど、あ、1つかないんですが、はい、まあうちの方でも探せると思います。これ古いやつですね。13スター2着ございます。はい、あとこう US ネイビーのこうナイロンの、はい、コート38、はい、これもかっこいいですね。はい、あとこれ僕ね、見てかっこいいなと思ったんですが、はい、こちらもネイビーのシャツ、チンスト付き。まあ、ワークシャツでいうとね、このいわゆる通気口がつくような、はい、ディテールですね。あと袖口、はい、もうデザイナーの方がね、喜びそうなディテールです。でも後ろはウエスタンヨークだったりとか、はい、これ非常にかっこいいですね。15ハーフぐらいでしょうか。十分ちょうどいい感じですね。こういったね、一見ネイビーに見えるんですが、こちら、はい、ワークブランドのスイートオールです。しかもデッドストックの、はい、38。これとかね、まあ、自分これジャストサイズですね。はい、こんなデッドストックね、ウールのコンディションももう抜群です。はい、さすが寺本さんですね。はい、うん、他にも、はい、USMC のショールですね、こちら、はい、ショールカラー、これまた程度いいですね。サイズも多分36ぐらいでしょうか。はい、もう完全に綺麗なコンディションです。はい、最近ね、これぐらい綺麗なね、ショールも見なくなりましたね。はい、あとこれ僕実物正直初めて見ました。はい、こちら、まあこちらのショールはね、たまに見かけるんですが、はい、こっちのこのハイネックのタイプは僕実物初めて見ましたね。こちら少しね、焼けがあったりするんですが、これは珍しいと思います。かっこいいですね。続いては、こちら、ネイビーといえば、はい、こちら L2A のテストサンプルですね。はい、
まあ、こちらもサイズ40とか、はい、実は、はい、L2A テストサンプルが4着あります。はい、もうどれもね、もちろん寺本さんのコレクションなんでコンディションは抜群です。はい、あとね、寺本さんもこちらブランズビーチ、はい、ブランズビーチも、はい、かなりコレクションされているのは僕以前から聞いております。はい、こちらベストとか、はい、こちら襟なしのタイプですね。しかもサイズ40のデッドストックです。はい、このアメリカ探してももうこんなデッドストックなんてね、はい、ほぼほぼ見ないと思います。これサイズ40なんで、ね、自分着てちょうどいいと思います。はい、うん、もちろんね、襟付きのジャケットもございます。はい、デカボタンですね。はい、こちらサイズが42ぐらいでしょうか。もうコンディションは抜群です。はい、あとはですね、僕も以前からテナボさん実はリーも、はい、かなりお好きだというのを聞いております。よいしょ、はい、こちらリーの赤タグ30年代のウールジャケットですね。はい、ショートタイプ、サイズが38ぐらいでしょうか。はい、自分がこれジャストサイズですね。これもね、このコンディションいいやつはね、最近ほとんど見なくなりましたね。レザーも綺麗です。ちょっと一瞬ね、もうレプリカじゃないかぐらいな、はい、コンディションの良さでびっくりしますね。袖口も綺麗ですね。はい、最近この辺も全然見なくなりました。はい、そして、はい、こちら一応後ろにねスペシャル飾ってるんですが、まあこのナイロンの、はい、ボタンのスタジャーなんですが、まあ胸元にネイビーと入ってます。え、実はこれチャンピオンのランナーズタグがつく、はい、ジャケットです。これかっこいいですね、ナイロン。そして、はい、チャンピオンのリバースイーブトリコタグのミディアムですね。コーストガード、はい、こちらもミディアムサイズ、はい、状態いいですね。まあ、今大人気ですね、リバースイーブ。はい、そしてこれもねスペシャルです。はい、リーの、デニムでいうと 91B の形ですね。 91B の形と同じタイプの、はい、ロットナンバー 1707B、はい、これしかも黒の、ほぼデッドストックです。はい、サイズ36、うん、これもねもうこんなコンディションやつをねもうほぼ見たことがないですね。はい、36、はい、いいサイズですね。黒好きの方ぜひ、はい、リーのスペシャルです。そして僕はこう寺本さんが持ってる中でこれすごく大好きだったんですけど、実はこの US、MC ですね、 MC のショールから、はい、これ、実はね何年か前にラルフローレンがですねこれと全く同じディティール、まあ、このワッペンまで何らかの同じショールカラーを作ってました。で実はね僕ラルフローレンの持ってたんです。そしたら実はこれが原型だったっていうのを知って、はい、その原型のショールが、はい、今回、ね、販売してくださるっていうことがねすごいなと、はい、コンディションも抜群です。はい、うん、これはスペシャルですね。はい、お値段もスペシャルですが、こちらねデッドストックなんですが、はい、US アーミーのキャップです。1987年、はい、のキャップもデッドストックでございます。箱であるので、はい、こういったデッドストックものもあります。あとまだね、ネイビー系のものと夏ですかねちょっとこうウール系のものも多いですが、もうとりあえず寺本さんのコレクションコンディションが抜群にいいです。はい、あとやっぱりサイズ感もね、非常に素晴らしいサイズだなと
もう一点ものだなっていうのがすごくわかります。日曜日にはね、寺本さんもいらしてくださるそうなので、ぜひこちらのね本も販売いたしますので、寺本さんの直接サインをいただきたい方は、ぜひ日曜日にご来店いただければサインもいただけると思います。7月11日12日の2日間です。アンドベルビジンの方で、ポップアップショップ寺本さん、はい、の、ネイビーコレクション、ぜひ皆さんご来店よろしくお願いします。